はい、まずねこう神社に入るとね2体のこの動物がいますね、はい、さあこの動物は何でしょうか。狛犬。狛犬ですよね。ですよね、はいはい、一般的には、ね、皆さんそう言うんですよ、うん、でも本当は向かって右側口が開いてますね、うん、はい、はい、口が開いている、ね、この動物実はこれね獅子なんです。あ、そうなんですか、はい、そして左、はい、口を閉じてますね、うん、こっちが狛犬なんです。で通常狛犬には、ね、角が生えているのが多いんです。本来はね最近こう角がないのが多いですね、はい、でこれ2体揃って何ですか。2体揃って獅子狛犬口を開いて閉じてる何ですか。そうです、はい、アウンなんです。あ、なるほど、ね、ですからアウンということはうちこれねアっていうのはサンスクリット語で宇宙の始まりがアです。あ、宇宙の終わりがウンなんです、うんうん、ですからそのアウン、これ全てを理解するっていうね、まあ、そういう意味がある。理解するそうそうそう、ね、つまり、まあ、夫婦もそうでしょ、うんうん、夫婦で一番大切なのはアウン、アウンでしょ、うん、ですから何かねこう顔がタイプだとか、ね、なんか優しくしてくれたとか、まあ、これ優しくした裏側には何かね下心があるかもしれないでしょ。大切なのはアウン、あと言ってうっと言ってくれるそういうねこう、うん、感覚があるかどうかっていうことが今夫婦をねとって非常に大切なことなんですかね、うん、っていうのがここで分かる。そうなんですね。獅子、獅子に角が生えてるわけではなくて狛犬に生えてる。てるそう一般的には何か獅子の方に生えてるような感じするでしょ。します、うん、犬だから犬に角ってのはおかしいでしょ、うん、でも実は狛犬に角が生えてるんです。今度ね、いろんな今から神社いろいろ行くでしょうから、うん、それちょっと気がけてみてたらいいです、うん、あ、本当に角が生えてるわみたいな。へー、楽しみ、はい、角が生えた狛犬。そうなんです、ね、はい、ではいよいよね神社の参拝でございますが、はい、はい、神社のことをお宮と言いますよね、はい、あ、言いますね。なんでお宮と言うんでしょうか。宮、宮というと神社ですから宮ってないでしょ。あ、ですね、社、社ですね、うん、宮、宮っていうとパッと思い浮かぶのが、うん、天皇陛下が、うん、あ、宮家とかね、うん、そうですね、っていうイメージがあるんですけど、実は、うん、神社のこのね、あの、なぜお宮というか、実は女性の子宮なんです、うん、はい、だからここなんて言いますか、参道というでしょう。あ、産む道の参道、まあ、産む道じゃないんですけどね、うん、あの漢字は違うんだけどこれ参道って言いますよね、うん、だから一の鳥居は実は女性の入り口だから最初に敬意を払って会釈をして入ってくるっていうね、まあ、こういうふうになってるんです。ですから我々はこのね氏神様から生まれた氏子なんです。あ、なるほど、ああそういうことなんですね。そうでしょ、ここから生まれたわけでしょ、うんうん、だから子供が生まれたら報告に来ますよね。何ですか、初宮参り、うん、ね、無事生まれたことを、うん、で、氏神様から生まれた氏子だから実に生まれたことを報告に行く、これが初宮参りです。実はね、子供ってね7歳まで人間じゃないんです。何だと思いますか。7つ、もうパッと出てくるのは七五三なんですけど、うん、そう、あ、なぜだろう、なぜだろう、なぜ七五三に行くのか。7、8という数字ともしかして関係がある。うん、うん、うん、ああでもね、それもしかしたら今ねピッとひらめいたけど、そうかもしれないね。八っていうのは日本にとって八って八百万の神、八鷹神、八幡のおのち、八十神で、八っていう数字が非常に日本って ね、でも西洋の文化入ってラッキーセブンっていう7っていうのになったけど、本来日本は八なんです。八っていうのはね永遠という意味でもあるしね。でもね、本当はですね、実は子供は人間の子供ではない、人間ではない。じゃあ何なのか、神様の預かり物なんです。あ、なるほど、はい、ですから7歳まで昔は住民票に乗らなかったんです。あ、そうなんですか。そうなんです、そうなんです。不思議ね。だから神様の代わりに立派に育てましたよということを都度都度報告に行くのが七五三。七五三、ああそういうことなんですね。だから自分の子供だと思ってね暴言を吐いたり殴ったりするのは、これはね神への冒涜なんです。あ、ね、ですからまずはご自身が神である。ですから神とは示し申すと書くでしょ、うんうん、で自らが示し申す、だから自らが律すること、これが神なんですよ。ですから神のような振る舞いでまた神様の子供預かり物を育てる、これがまあ大切なんですね。なるほど、はい、
か七五三の着物って本当に綺麗な、うん、あの模様の入った服が多いじゃないですか、うんうんうん、やっぱりその神様の預かり物の大切なお子様に、うん、こうあの美しい着物を着せる、うん、着せてご報告をするっていう気持ちがやっぱあるんですね。だからその美しい洋服をね着せるのをやっぱ親は頑張らなきゃいけない、うんね、子供のために、うんうん、つまり神様のために、だから子供を教育するというのは逆に言うと神様のご奉仕かもしれない、そうでしょ、うんね、そうやって、まあ、清らかな世の中を作っていくね、社会を発展させていくっていうね、うん、まあ、そういうことにつながっていくんじゃないですかね。はい、なるほど。ということで、はい、早速参拝しましょう。はい、とこちらなんですけれども私たちがライブの時にお気持ちでいただいた分の、はい、うん、お気持ちをこれから、はい、納めさせて、うん、お納めさせていただこうと思います。はい、はい、今ね二礼二拍手しましたね、はい、さあこの二礼二拍手っていつから始まったでしょうか。いつから、あ、それ面白い、いつから、そっか、最初からってわけでもないですもんね。そうでしょ、もしかして神仏集合した時、お、逆です逆なんですか。神仏分離した明治以降なんですよ。あ、はい、ですから、そうそう、新しいんですよ。明治以降この二礼二拍手は始まったんですね。でそれまで前では合唱礼拝、あ、ね、つまりあの神社の中にお寺もありましたから一緒だったんです、はい、ね、そして今ほら神殿ってあるでしょ、はい、あれも実は明治からなんですよ、はい、あ、そうなんです。あ、神仏集合していたから神殿といういや神仏集合して神仏分離して、そう、分離して、そう、神仏分離して、うん、それからお札が各家庭に配られたんですね。あ、でそのお札をこう引き出しに入れるとかなくすと大変でしょ。だからこの社に見立てたちっちゃなものを作って、でそこに納めて神棚っていうのができた。これ明治以降なんです。そうだった。じゃあいろいろ新しくなったんですね。そうそう、だからね、やっぱりこうやっぱ人の営みの中でね、いろいろ変わっていくっていうね、うん、そういうやっぱタイミングっていうのがあるんでしょうね。やっぱりね、時の権力者がね、どうしてもその時々でこう状況が変わっていくみたいなのがあるんでしょう、うん、だからこの真ん中は神様が通る道だっていう言うけど、うん、それ誰が言いました。山、海、空、木、これが神でしょ。あ、そうです。神様そんなこと言ってませんよね、うん、それはやっぱり人が言ったわけですよ、うん、なるほど、うん、ね、ですから本来はまあそういうのはないんだけども、でも人の営みの中でできたことを礼儀礼節と言うんですよ、うん、ね、だから人の営みの中で、ね、人が人に神様に迷惑をかけないように作ったものであれば、うん、それは従った方がよろしいですよねと、うん、ね、からちょっと橋を譲ってあるので、うん、まあ、そういうところが大事。ただかといって真ん中を歩く人を見てね、わっといろいろ言う人はこれ何かっていうと礼儀礼節しか分かってない人なんです、うん、そもそも神道ってのは神でしょ、示し申すでしょ、自らが律する、つまりその人がやればいいんですよ。うん、そしてその人の凛とした姿を見て、あ、この人は素晴らしいと後ろに並ぶようになる、勝手に、これが神道。だから礼儀礼節だけを学んでる人、頭で考えてる人に厳しくなる、うん、でも心で感じてやってる人は人に優しいんです。だから神道というのは極めて優しい、人に対して優しいというのが元々の神道の考えなんです、うん、これ教えがあるとどうしても人に厳しくなるでしょ、うんうん、それやっぱりね、日本の神はいわゆる日本の自然は人に優しい、うん、ところが大陸に行くとね、亜熱帯でやって砂漠があるでしょ、だから神はどうしてもやっぱ厳しいんです、うん、ですからね、いわゆる水が欲しい、その水欲しさについでに人を殺す、うん、だからそこに戒律が必要である、ね、だから教えが必要である、うん、っていう風になっていってるんです、うん、だから我々はこのね、ありがたい自然の恵みによって生かされているっていうことに感謝を届ける、それがこの神社なんですね。さあもう一つ、いきますよ。もう一つ、ね、はい、今ここでねお祈りをしましたね。正面にはね、はい、鏡がありますね、はい、鏡があるんですけれども、はい、ね、あの鏡は何だか分かりますか。
の鏡は覗くと自分の姿が見えます。おお、そうですね、うん、はい。ということは、ということはしかめた面だったらしかめた顔が映る、悲しい顔だったら悲しい顔が映る、うんうん、そうでしょ。つまり神様は自分の中にいるんです。あ、そういう、で自分を照らしてくれる、うんうん、自分を照らす、つまりあの鏡こそがアマテラスなんです。ね、天孫降臨した神様は誰ですか。ニニギの御事。そうですね、ニニギの御事ですね。ニニギの御事とはアマテラスの孫なんです、うんうん、ですからアマテラスの孫が降臨したから天孫降臨というんです、はい、でその時に稲穂を渡されたんですね。そしてその稲を高く積む場所として降り立った地のことを高千穂と言うんです。ああ、そうなんですね。そういう意味だったんですか。そうで、その時に実は三種の神器って言ってね、三つをこの神器をね渡しました。さあそれは何でしょう。鏡、玉、剣、うんうん、そうですね、はい、草薙の剣、八坂の勾玉、そして八鷹鏡というこの三つの三種の神器を授けた。でその時にね、実はもすごくありがたい言葉を告げたんです。何かというと三大進捗というものです、はい、でこの三大進捗で天上無休の進捗、宝鏡宝彩の進捗、湯には稲穂の進捗というのがあります、はい、でこのね、宝鏡宝彩の進捗というのは何なのか、これ説明しますね、はい、それはあの鏡に関連するんです、はい、この、 いわゆる鏡を渡したんです、はい、ニニギの御事に、はい、そしてこの鏡を渡したと思って毎日自分の姿を映しなさいと、つまりアマテラスなんです、鏡こそ。そしてそこで民を苦しめるような自我があったならば、うん、その我を取り払いなさいと。つまり鏡から我を取れば神となります、うん、つまり神のような生き方とは我を払う、自分の自我を取り払う生き方こそが神の生き方なんですよ、うん、つまりこれが、ね、我々にはいろんな道がありますね。茶道、華道、柔道、剣道、武士道、いろんな道がある、うん、でその道は例えばお茶をおいしく立てる、花をきれいに生けるのがいわゆる茶道、華道ではないんだと。神様のような振る舞いでお茶を立てる、花を生ける、これが道なんです。ですからその道は全て神道、神の道に通じているんですよと。ですからね、ぜひ2人にはね、音楽道ね、これをね貫いてもらいたいですよね、はい、まあ、そういうのがあります。はい、ということで今日ははい、小坂さんにいろいろ、うん、はい、お話をいただきまして、盛りだくさんで大変勉強になりました。もうお二人もですね、うん、もう勉強になりすぎてですね、うん、声が出なくて、うん、あって口が開いたまんま始まりですね、今日はね、うん、もうお聞きしたことを伝えられるようにね、うん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 、そうですね、うん、でやっぱりお話の中でいろいろ、あ、もしかしてこれと関係があるのかなって思うこととか、他の国のところでも確かにこういう文化見たことあるし、うん、もしかして似たようなところがあったりするのかなっていうふうに対比として思い浮かぶところもあったりして、うんうん、すごく何ですかね、また神道の神社さんの見方が変わった気がします、うん、そうそう、それがね一番大切なのです、うん、私が言ってることを暗記するっていうのはそれは教えになるでしょ、うん、じゃない、私の言葉をフィルターで通して自分が何を感じたか、うん、この感じたことはそれぞれなんです、それが答えなんです、うんうん、だからその中で人っていうのはね、やっぱりもがき苦しむんです、うん、でも逆に言うとやっと自分もそのステージに来たってことなんです、うん、平均的な人生だったら人は苦しみません、うん、上がってるから苦しむんです、ステップアップして、うん、ね、新しい自分に出会うために人は苦しみやね、いろんなものが起きていく、それは生きてるって証拠なんですね、うんうん、ですからね、人っていうのは魂があるからこそ、だから肉体か、肉体があるからこそね、夢が実現できる、でも同時に苦しみがある、うん、苦しみから逃れたいなら魂だけになればいい、でも自分の夢は実現できない、うん、ね、だからこの肉体と魂があってこそ皆様の夢や希望やね、いろんな思いが実現できる、だから命を粗末にしてはいけませんっていうのはそういうことなんですね。あ、なるほど、はい、ぜひ最後の最後まで深いお話でした、うん、だからね、ぜひね、皆様のね夢をね実現して、そして今度は人に分け与えれるように、うん、そのためにも自分のことを愛するってことが非常に大切、はい、はい、じゃあ今日ということで、まだまだ聞き足りないんですけども、うんうん、ちょっと頭を僕たちパンクしちゃうといけないので、今日はこの辺りにしたいと思います。はい。
またぜひお時間あるときに、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、というわけで今日はスペシャルゲスト小坂達也さんをお迎えしての回でした。では皆さんまた次回お会いいたしましょう。じゃあ、はい、いやさかということで今日は一本締めで参りましょうか。はい、いきますよ。いいよ。ありがとうございました。おかげさまで本当にたくさんの方のおかげさまと神様にお力いただいて準決勝通過いたしましたので、はい、これから左目を入れさせていただきます。この右目を入れた時にはどうすればだるまさんもっと可愛くなるかなと思って入れてたんですけど、眉毛とかも変えてあ、いいんですか？